とね、ネイルをねします。この時間は前にもらったなんか春ジェルネイルみたいなやつをしていきたいなと思います。そう、でもどんぐらいあれなのか、なんていうの、できるのかがあんまり分かってないから正直ちょっと不安なんですけど、やっていきたいと思います。確かに寝る、ね、明日やった方がいいのかな。まあいいや。まずこのこれで。まあもう剥がれてたらしょうがない。もうすごい超なんか注射する時の匂い。あの注射しますの時の。匂い。すごで、ちょっと爪の表面傷つけとかないと多分剥がれちゃいそうなんで、本当は良くないんですけど、まあもう生誕祭だからしょうがない。それぐらいの覚悟。で、保護フィルムを剥がして、爪のサイズに合う、意外とちっちゃい、うちの爪、これ足の指サイズとかって感じ。私の爪これくらい。剥がして
ていきます。でこれをめっちゃすごい、このいらない部分を削って違う、やり方違う、爪切りで切ってあげるんだ。これをでこれを固めるっぽい。一旦これを一旦固めて、固めてから爪切りで切るらしい。難しい。すごい固まっていってる。違うわ、うちの爪だったやばい、バカ。でこの先端を削るらしい。そう、ちょっとデザインはもう完全に自分で作ったやつじゃない、申し訳ないけど。これは今爪を削ってます。爪の周りのシールの周りのあれを削ってます。で固める。これで合ってんのかな。でも書いてあるやり方はこれだから多分合ってるんだと思いますよ。どんぐらいで取れるんだろう。まあいいか、明日さえ持ってくれれば私は別にそれでいい、
メール来ましただって、さっき送った。じゃあ親指完成。今からこれをここにもつけていきます。爪ちっちゃいんだな私って。意外と意外と意外なのかわかんないけど、手でかいくせに爪ちっちゃい。メールの写真かわいすぎる。どんな写真だっけ。デコ出しか。嬉しい。かわいいじゃない、かわいすぎるんだって。やったね。生誕祭の前日はどんな、どんな心境ですか。だって結婚式の前日、覚えてないです。覚えてないです。おかしいか。覚えてないです。ちょっとごめんなさい、なんかちょっとおかしな発言をしてしまいました。結婚式の前日みたいな心境ですかって来たけど、知らないよ結婚式の前日は。わかんないです。親指これでもいいか。マリッジブルーでしたって言っといたら大丈夫。あ、マリッジブルーでした。マリッジブルーって何ですか。知らない。聞いたことはあります。でもわかんない、知らない。マリッジしたことないから。そう、知らない。知ろうとも思ったことないし、マリッジしたことないからね。そう、ちょっと今ね変な発言しましたけど。すいません。なんかね、結婚式の前日みたいな感じですかっていう質問に対して、いや覚えてないですとか言う、ちょっと意味わかんない発言をしちゃったんですけど、すいません。
爪やりながらだから。あ、これじゃないかも。サイズ。こっちはこっちででかい気がする。そんなことないのかな。これにしよう。美人です。だってありがとう、嬉しい。今爪を作ってます。どんな気持ちなんだろう今私今私どんな気持ちなんだと思いますか、皆さん。聞かれても知らねえよって感じですよね。絶対そうですよね。緊張はしてなくはないですけど、もちろんそりゃ、でも別に普通に公演やるぞって気持ち、まあ、大切な日であることには変わりないし、きっといつものさ公演よりもさピョンズが多いだろうっていうのは分かってるんだけど、でもなんだろう、もう何言うかとかも決めてないしまだそう、まだ決めてない。ケイトさん、アンパンありがとう。アンパンなのかな、わかんないけど、ありがとう。なんか考えようと思ったんだけど、喋ることてか考えてはいるんだけど、なんかこういうこと喋りたいなとか、でも多分その場になったら出てこないしそう、その場で出てきた言葉が私の言葉だしっていう感じ。
んかな、どう、とりあえず出てきた言葉を喋ります。まあ言いたいなみたいな感じのことは決まってるんで、それさえ言えればいいかなぐらい。でもファンの皆さんへ一言みたいなやつは決まってない、全く。もうその時に思ったことを言います。だからその時に、何思うか分かんないできた。なんかちょっといつもよりシンプルめだけど、ここにさストーンとか乗っけたらいいのかな。ねえ、ちょっといつもよりシンプルだから、こういうやつとかここに乗っけたら可愛くなるかな。右側完成。左もこの調子で。ただ左はちょっと切るのむずそう。よし、利き手と逆だからね。え、明日生誕が頑張ることは何もないよね、きっと。ピョンズが他のメンバーになんか目移りしないように頑張るぐらい。目移りしないように私は必死にこっちを向かせておくぐらいかな。そうです。いつもは逆だけどね。いつもは他のメンバーのファンの人は振り向かせるために他のメンバーの生誕でも頑張っているんですけど、まあ最低ですよね本当に。明日は違います。まあね、目移りする時点でおいおいって感じだけどね。本当にピョンズなのか、おいって聞きたくなるけどね確かに。
キドキですね。生誕祭どんな感じなんだろう。楽しみ。手紙の予想、え、まず手紙がないかもしれないからねそっからですよ。あると思っちゃダメですよ。ないかもしれない。スタッフさんも言うの忘れてるかもしれないし、断られてるかもしれないから。わかんないか。わ、これだとネイル剥がれそう。自分の形に合わせて切ってます。あ、痛い。よし、意外な人からだと、もう誰からでも嬉しいですよ私は。はい、誰からでも嬉しいです。人生で手紙もらうってそうないことですからね、マジで。いや、もう本当アイドルになってからはたくさんいただいてますけれども、ありがたいことに。ラブレターとかもらったことないもん。ファンの方からのラブレターぐらい。みんながくれてるのはラブレターなのかわかんないけど。え、本当にないです。ラブレターもらったこと一回も。ファンの方からのレターはあるけど、ラブかわかんないから、ライクかもしんないから。
ラブもライクも好きです、それな確かに。みんなラブなの？ライクレター？やっぱライクか。悔しい。もっとなんか左手むずい。こうやってハサミで切ってんのもさ、自分の爪切りそうで怖い。左手むずいっす。恋についてハルピョンはどう思いますか？だってなんて答えるのが正解ですか？なんて答えるのが正解なんだろう。エンドレッドさん、ハートありがとう。難しい質問はお断りしています。はい、何の音？私的には好きになってくれてありがとうだけど、そうでもさ、考えてみ、どうしたらいいの？
私は。そう、どうしたらいいの？ってなるやん。そっから先どうしたらいいの？ってなるやん。だから好きになってくれてありがとう、その気持ちはめっちゃ嬉しい。でもじゃあその先に発展するってなった時に、ファンとのつながりがどうだとかってなったらどうしたらいいの？ですよね。私はアイドルなので、はい、考えません。だからその質問はノーコメントで。できた。でちょっとこれだけだとちょっとなんか感想っていうんですか、なのでもうちょっといろいろ付け足していきたいと思います。アイドルと結婚式します。だって頑張れ。多分ジェル、ジェルで固め、この LED ライトで固めてくださいって書いてあるから、多分ジェル。でもこれでもいいかな。いやなんかつけたいんだけどさ、これどうやってつけるんだろうって考えた。今そう、どうやってつけるのが正解なんだ。ハートとかだったらつけれるかな。これシールだからさ。あ、かわいいかも。こういうシールだったらつけれるかもしれない。
うさぎいますよ、ちゃんと。ちゃんと見て。私ももかちゃんならいいかもしれない。待って、私今何の話されてるんだ私今何の話されてるの。わかんない分かってない、ハルピョン。あんま今何の話されてんのか。生誕祭だからキラキラにしよう。みんな好きなこと話してる？あ、そう、じゃあいっか。じゃあいっか、なんでも。ブラック野郎さん、たい焼きありがとう。なんかみんな好きなこと話してるらしいから、みんな好きなこと話していいよ。なんかハーピョン置いてけぼり今置いてかれてるな。一旦外れたから VR で見る。だって分かった、余裕があったら VR にもレス送る。なんだかんだいっぱいいっぱいかもしれない明日。キャン待ちだから諦めてます。だって諦めた方がいいかも。明日は劇場着いたらまずスタフラを確認します。え、どうしたらいいんだろう。スタフラはいつ確認したらいいですか。始まる前に見たらいいか、終わってから見たらいいか、どっちがいいですか皆さん的には。ちょっともしかしたらリハ中に見ちゃったなんてことがあるかもしれないんですけど、まあそれはしょうがないとして置いといて、皆さん的にはどっちなんだろう。見てほしい、どっちがいいんですかね。先に見てほしいのか、後から見てほしいのか。スタンドフラワー
あ、もちろんツーショットは撮りますよ。それはもちろん撮るんですけれども、ツーショット撮るにはあの皆様劇場内からちょっと素早めに出ていただけると嬉しいなと感じです。はい、そうですね申し訳ないんですけれども、できた、ギラギラ。ちょっとこれを上からあれを塗って、トップコートのジェルだけ塗って固めます。え、どっち先に見た方がいいのか、あとの、まあ、時間あったら先に見るぐらいの気持ちでじゃあいますね。ちょっともしかしたら、そう、公演前時間ないかもしんないから、私緊張して、写真撮るのは衣装で撮りたいから公演後に撮る。そう、それは絶対にそう。多分一存で、一人の一存意見で決めれないですよねそうだよね、ごめんね、私が今聞いたから。整体院さんはたくさんいらっしゃると思いますし、ありがとう、いてくれたくさん明日こう入ってくれる人たちもたくさんいると思うし、いてくれ普通にいてくれって考えたら、一人の言葉じゃ決めれないですよね。私が急に聞いたのが間違いだった、ごめん。ペコリ、え、確かにスタフラ、いや、あるっしょ、え、あるよね、ないとかある、今スタフラの話振られといてないとかある、あるかもしんない、キャー、そっちから振ったのにないなんてありますか、ね、こっちからしてたらね、まだないとかあるかもしんないけど、やばい、小指のとこに
薬よりは脂肪が。まあ全然なかったらなかったでいいですよ、全然大丈夫ですよ。はい、楽しみにはしてますけど楽しみにはしてますけど、なかったらなかったで全然全然大丈夫。なんかないこともあるらしい。なんかある、あるんですか本当にみたいなコメント来たから、ないかもしれないらしい。ごめん、そうだよね、あるでしょみたいな感じで喋った私が悪かった、ごめん、本当それはごめん。買い上げが8万ポイント達成してる。 D さんハートありがとうございます。あくび映るやろが。ハルピョンのあくびが映るんならもうさ最高じゃん。ハイ&コーデシア&ワセじゃん。やばい、ハピオのショールーム人気なくなってきたかも1時間でだいたい5000人行ってたんですけど、まだネイル配信だからかな。今いか累計だしね、結局この人数って。こんばんは。よし、左手いい感じに固まってきた。次は右手を。
もうほんと上からトップコートって言われるやつ塗ってるだけなんで、すぐです。元気出してるって、元気ありがとう。すごい、なんか初見の人何人か来たんだけど、え、呼びに行ってくれた誰か誰か、なんかハーピョンが寂しがってるから呼びに行ってくれた、もしかして。え、誰か今呼びに行った？アカウント作った？新しく。5000人行ったし。1時間ギリギリぐらいで5000人行ったし。え、誰か呼びに行きました。みんな頑張ってくれてありがとうなんか待って、メールやばい、わー、メール、ちょっと待って、何を送るか考えよう、内容決まった、決まりました。でも今右手を固めてる最中なのでメールが送れません。左手で打ちます。手で打ちます。音声入力はやばいでしょ、マジメールの意味なくなる リバジョンさん、ハートありがとうございます。
ちょっと待ってね、メール送ってます。ただいまメールを作成しております。しばらくお待ちください。明日も朝ちょっと早く起きたいと思っているので、今日は30分ぐらいに終わります。10時半ぐらい。お風呂入って寝る、メイク落として、ラーメンの写真待ってます。だって食べた写真の撮ってないよ。撮ってないし、撮ってないし、ラーメン食べたってなんで言わないでよ。言ったの私か。でもわかるじゃん、その絵文字内緒にしてよ。言わないで、お願い。二人だけの秘密って言ったじゃん。だるだる彼女だるすぎる彼女。二人だけの秘密って言ったじゃん。なんで言っちゃうの。だるすぎる彼女。私って絶対そういうタイプ。やだ。あれ、この話したっけ？なんかハッチとカレンとはした気がするけどな。なんか、いや、ハルピョンはみたいな、将来絶対その結婚する人は同級生か、同級生同い年か、めっちゃ年上のなんかお金持ちの社長って言われたんですよ。めっちゃ年上のお金持ちの社長って言われて、そう。なんかもうおじいちゃんぐらいのお金持ちの社長だよ絶対って言われて、でも絶対彼女にしたらめっちゃ可愛いじゃんみたいな言われました。はい、偏見、超偏見。それ絶対良くないやつじゃんって言ったんですよ。で、良くないやつやんみたいな感じで言ったら、いや、なんかそうじゃなくてみたいな、なんかそのか、その旦那さんがめっちゃハルピョンにお金を使っちゃうんだよみたいな、いい風に言ってたけど本当かと思いながら。そう、
本当か。ハルピョンがそういうなんていうの、お金をそのなんかお金目当てで結婚するわけじゃないらしい。旦那さんが使いたくなっちゃうらしい。そうだから稼がなきゃって なるらしい。できた。完成。キラキラネイル。サイリウムカラー意識しつつ、ウサギ。キラキラデカストーン。いい感じでございます。ちょっと今回のは時短ネイルなので、もしかしたら割と早めに撮れるかもしれないんですけど、まあ明日持ってくれればそれでいいんで、明日ちゃんとこの形でいてくれれば私は満足なんです。そう、人差し指キラキラにしたハート、このピンクのシールつけて、これと一緒のどこ、この下のピンクのシール貼って、でその上にハートを置いて、でその上からキラキラのジェルネイルを塗りました。いい感じ。いい感じ。超いい感じ。ありますよね。あのラブレボリューション。イエイイエイイエイ。レミタンがジェルネイルに興味があるらしい。あなたはまだ高校生なんだから。レミの高校ってネイルとかオッケーなのかな。うちの高校はダメでしたね。はい。高校を卒業してから。した後に一回高校に行く機会があったんですよ。もうそれ以来行ってないんですけど、全く。なんかその時に他はもう全部完璧にしたつもりだったんです。そう、でもネイルだけ落とすの忘れて行っちゃって、めっちゃなんか気まずいわけじゃないけど、なんかすいません。そう、行って気づいちゃったんですよ。でももう卒業してるからいいかなとも思ったんですけど、そう、ただまだ3月中だった気がするんだよね。そうだからちょっと気まずかったですね。はい。かわいい。見て見て、キラキラ。高校生の時公園でネイルしてない。覚えてない。してたかも。公園の日だけしてネイル取るとかしてたかもしれない。わかんない、ちょっとあんま覚えてないです。いやもう嫌な記憶
はあります。高校の思い出したくないですねはい、まあこんななんか配信の終わり際にさらっということでもないんで、いつかまたいつかまた面白く話しましょう。あれ爪切りどこやったっけ。あった、なんかめっちゃブドウの匂い。串がブドウの、あーもう分かった、ミンティア入れてるからかも、ブドウ味のスターウォーズ。あ、すごい強、めっちゃきつかった匂い。満足。30分になったらランキング読む。あと10分、よし10分何話そう。明日の生誕祭について。そうですね、まあでも本当に会場に来てください、会場にとか言ってどんだけ広いとこでやろうとしてんのって感じ。え、待って、私明日さあれないですよね、工場とかない、あれ、あの曲中の、え、覚えてないんですけど、ちょっと待って、私言われてない。でも、え、生誕のメンバーってそういうのやりましたっけ、やってますっけ。盛り上がっても3400円みたいなやつと、あの天国野郎のセリフって生誕の人でしたっけ。まだ連絡来てない、待って、嘘、どうしよう、私だったら、え、待って、何を、全部何を、待って、まず、はい、チーム B のハルピョンこと橋本春奈でございます。あ、ハルピョンこといらないんでしたっけ、ご紹介に預かりました。え、何でしたっけえ、なんて言うんですかっけ、一番最初、ご来場の皆様、 AKB48 チーム B の橋本春奈でございます。大変厳しい時代がやってまいりましたが、外のことは一切忘れて全力でバカ騒ぎしようじゃありませんか。あ、違う、もう一回いきます。ご来場の皆様、 AKB48 チーム B の橋本春奈でございます。大変厳しい時代がやってまいりましたが、この劇場にお越しいただいたからには、外のことは一切忘れて全力でバカ騒ぎしようじゃありませんか。推しているメンバーにはもちろんのこと、そうではないメンバーにも声の続く限り応援のほどよろしくお願いいたします。盛り上がっても3400円、盛り上がらなくても3400円でございます。不況を吹き飛ばすのは、日本の未来を変えるのは、あなたあなたあなた皆さんなのです。行くぞ。あれ合ってる？やばいやばいやばい。え、値段言いますよ。値段言うよ。言うよね。待って。え、そんなことより、待って。待って、スタッフさんのLINE。あった。ご来場の皆様、AKB48 チーム B の橋本春奈でございます。大変厳しい時代がやってまいり、はい、値段言いませんって言った人たち、今ここで値段言わないよって言った人たち、私のことを陥れようとしないでください。言うんです、やめて、そうやってハルピョンのことをもう忘れさせないで、橋本に。大変厳しい時代がやってまいりましたが、この劇場にお越しいただいたからには、外のことは一切忘れて全力でバカ騒ぎしようじゃありませんか。推しているメンバーにはもちろんのこと、そうでないメンバーにも声の続く限り応援のほど、私の声が続かないんだよ、よろしくお願いします。盛り上がっても3400円、盛り上がらなくても3400円でございます。不況を吹き飛ばすのは、日本の未来を変えるのは、ハルピョンのことを推すのは、あなたあなた、やばい、そんな勝手に付け足しちゃダメあなたあなたあなた皆さんなのです。行くぞ。よし、行けます。勝手に突き飛ばしじゃないや、付け加えちゃダメ
でも意外と時間あるんですよね。そう、なんか早く言い過ぎるとダメなんです。そう、意外と時間あるの。ご来場の皆様、 AKB48 チーム B の橋本春奈でございます。大変厳しい時代がやってまいりましたが、外のことは一切忘れて、間違えました、大変厳しい時代がやってまいりましたが、この劇場にお越しいただいたからには外のことは一切忘れて全力でバカ騒ぎしようじゃありませんか。推しているメンバーにはもちろんのこと、そうではないメンバーにも声の続く限り応援のほどよろしくお願いします。盛り上がっても3400円、盛り上がらなくても3400円でございます。不況を吹き飛ばすのは、日本の未来を変えるのはあなた、あなた、あなた、皆さんなのです。ゆっくぞー。よし、いける。意外とゆっくりでいいんですよ。ここ早くしなきゃ、急いで入れなきゃみたいな、急いで尺に入れなきゃって思わなくていい。ちょっと一回、一回本家聞いてみよう。どんぐらいゆっくりなんだろう。いや別にこれ今聞かなくていいや、配信終わったら聞こう。いやでも今日は結構明日楽しみです。ドキドキだって、みずみんと一緒に出れるのも嬉しいし、私が一緒に出たいって結構言ったメンバーがたくさんなので、明日は楽しみたいと思います。生誕なのに自己紹介最初にはけるの寂しい。そうなんですよね。それな、だいたいアコって長く映るじゃないですか、生誕のメンバー。必死に着替えてます。でも K の時もそうだったんですよ。私そう、なんかいつも一番最初にはける人なので、そうなんか別にもう慣れました。はい、むしろ生誕のメンバー以外って自己紹介と、あと生誕のメンバーと一緒に出ないユニットぐらいしかちゃんと映してもらえないので、そう基本本当に生誕のメンバーが映るから、だからまあハルピョンの余裕と言いますか、みんなにね平等に長い時間映るように。はい、余裕です。そんな余裕ないんですけどね、どこにも。いっぱい映りたいいっぱいいっぱい映りたい。頑張ります。痛い痛い、めっちゃ絡まる髪の毛。ちょっとオンデマさんにお願いしときたいんですけど、あのありがとうの1サビ終わりの約束をしてください、離れている時も私のことだけ思ってては、私のことを映してもらっていいですかね。はい、お願いできそうですか、そこら辺
ちょっと絶対お願いしたい、そこ。そこ抜いてください、絶対。見てよ、私カメラの方。もう絶対。映せよって顔してこう。うん、カメラさんの方見てよ、映してよ、離れている時顔で訴えよ。そう、野球好きのねカメラマンさんがおられるんですけど、その方だったら言えるんですよね、映してくださいってそう、結構初期から、あの本当に初期の初期から劇場のカメラマンさんとしてお世話になってる方なんですけど、その方がいてくださったら言えるんですけど、そうじゃなかったら言えないから顔で訴えます。あとタンポポの決心の街は、最初の頭サビのね、線路脇にタンポポが咲いて、違う、長かった冬が終わり、街わびた春が来たんだのところ、もうそこ訴えよ。マジ頼む。そことそこが映んなかったら、もうどんだけオンデマさんで映しても私のこと違いますって言います。うん、そうじゃないんですって思っておきます。30分、お風呂に入る、はるぴょん、ランキング読む、いくよ。1位ケイト、ホークス大好きさん、ありがとう。2位直吉さん、ありがとう。3位 D さん、ありがとう。4位、トラック野郎とゴリさん、ありがとう。5位マッツさん、ありがとう。6位サプライズレバーさん、ありがとう。7位くじの大吾さん、ありがとう。8位スーさん、ありがとう。9位エンドレッドアットピョンズさん、ありがとう。10位岩順アットピョンズ、明日はキャンマチ30、あ絶対無理お家で見てかは、おん、なんだっけ、劇場のロビー感してください30は絶対ないわうん、ごめん、橋本春奈生誕でキャンセル30出たらうちもうやむ、来年生誕やらない。11位ともゆきさん、ありがとうございます。12位マックミックさん、ありがとうございます。13位タバヤンアットピョンズさん、ありがとうございます。そして今日は7285番5位5人の方が来てくださったので、72位と85位2人予防太っ腹、72位ピョコニンさん、85位カワさん、ありがとうございます。見てくださってありがとうございました。それでは明日ちょっとなんかイレギュラーな時間帯で配信するかも、なんか適当なところでできる時に配信したいと思います。ちょっと生誕終わった夜とかどうだわかんないけど、ちょっとイレギュラーな感じで配信したいと思います。で、はい、そんな感じでよろしくお願いします。ということで明日生誕よろしくお願いします。皆さん楽しんでください。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7451人の皆さんにきっと期待をお届けしちゃう、富山県出身アルピオンこと橋本春奈でした。それでは、また明日オンデマさんで現地でお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。